ブルドノにある、カコフスキ・スーキ教の墓アレクサンデル・カコフスキは、ポーランドのローマ・カトリック教会のスーキ教、ワルシャワ大司教。ポーランド王国主座大司教を称した最後の人物。1917年から1918年まで、ドイツ帝国の傀儡国家ポーランド摂政王国の、摂政会議の一員であった。カコフスキは1862年に、 ピシャスの一種近郊のデンビヌイに生まれ、1886年5月30日に、ワルシャワで、ヴィンツェンティ・ホッシャク・ポピエル・スーキ教によって司祭に除解された。その翌年、カコフスキは、ワルシャワ神学校の教授となった。1910年、カコフスキは、サンクトペテルブルクにある、カトリック神学アカデミーの主任司祭となり、1913年7月22日に、 クヤビカリシュ司教、スタニスワフズ・ジトビエツキの手で、サンクトペテルブルク司教に除解された。そして同年の9月14日、ワルシャワの西安大聖堂において、ワルシャワ大司教となり、同時に、ポーランド王国主座大司教を称した。カコフスキは、第一次世界大戦勃発後もワルシャワに泊まり、1917年、中央同盟国が、 ミッテルオイローパ構想の一環として再建した、半独立的で高度な自治権を有する、ポーランド王国の摂政会議の一員に選ばれた。摂政会議は3人で構成され、暫定的な国家元首とされていた。しかし1918年11月に、ユゼフ・ピウスツキを国家主席とする、ポーランド第二共和国が成立するに伴い、 実態を失った王国の折生会議は解散した。1919年11月28日、カコフスキは、後に、ローマ教皇ピウス11世となる、ポーランド教皇特使、アキレラッティの聖職受任者となった。同年12月15日には、枢機教に助せられている。ワルシャワ大司教在任中。 カコフスキは強力な支持を集めるカトリックの新聞を作ることに熱心であった。彼は戦艦期のポーランドで最もよく読まれていた新聞の一つであるルイツェシュニエポカラネ絵紙の人気執筆者の一人だった。また、ワルシャワ大学の進学部を作り、ポーランドにおけるカトリックアクション運動を起こしたのも彼である。 諸外国による占領状態からポーランドを解放した功績を認められ、カコフスキは1925年にポーランドで最も権威ある勲章である白足勲章を授与された。カコフスキの後継者であるアウグストフロントは第二次世界大戦後に単なるポーランド主座大司教の称号を復活させたが、カコフスキ本人は1938年の年末に 死ぬまで、ポーランド王国主座大司教の称号を使い続けていた。ありがとうございます。